こんにちは、こさめチャンネルをご視聴いつもありがとうございます。こんにちは。お家で旅する日本民謡、久しぶりになりましたね。お久しぶりですね。はい、はい、今日は山形県の庄内おばこをお届けいたします。木田さん、ちょっとご無沙汰しちゃいましたが。そうですね、はい、おばこ節ってのいろいろありますよね。秋田県で秋田おばこね、おばこ、うん、それから米沢おばこってのあるし、大沢おばこってのがあるしね。兄ちゃん、おばこってどういう意味だと思う？そう、おばこってどういう意味でしょう？ねえ、おばあさんのことじゃないんですね、うん、そう、若い女性、娘さんのこと言うんだよね。あ、おばこ、箱のことでもないんだ。そう、違うんだよね。はい、若いお嬢さんのことなの。若いお嬢ちゃんのことを言うそうです。そうです、はい、ちなみに、やっぱり17、18ぐらい。そうだよね、17、18の若い娘さんだよね、うん、そのこと言うんだよね。はい、それでは今日は池田穂垣さんに歌っていただきましょう。はい、お願いします。よろしくお願いします。田んぼの外れまで出てみたけど、なかなか来なかったと。会いたくて会いたくて、一目見たいんだけども、なかなかその娘さんに会えなくて、とても残念だった。ね、それで、待ってても来なくて、関係のないタバコ売りのタバコをね、触れて回ってくると。そういったようなね、お話で。非常に単純なんだけどね、話は。目的の女性が来
楽って、まあ、大体民謡っていうのはこの女性の話とかそれからお酒のにまつわる話とかあとは労働感とかそういった単位が多いんだけどね、うん、この歌は津軽民のように派手さはないんだけども、うん、非常にこの地味だけども田舎の民謡らしい本当にごく日本の民謡らしい民謡ってことで言えるんじゃないでしょうか、はい、であと今の坂田三の山でイビとカジカと相撲を取ったのこれはまるで日本昔話みたいな、ね、坂田三の山が出てくるんですね。そうそうそう坂田三の山じゃなくてね坂田三の山が正しいですか面白い話ですよねこれも、うん、これはもう間違いないエビとそうカジカカジカカジカってカジカカエルだよねカエル、うん、エビとカエルが相撲を取ってそう、うん、そこでカエルがエビを投げ飛ばしてそれだけでエビの腰が曲がっちゃったそういう話なんだよ面白いですよねすごいユーモアと思ってこれを初めて、うんまあ、それは昔話昔話、うん、こばえてこばえてっていうのもねあるでしょこばえて、ね、掛け声お囃子ねこのどういう意味かっていうと、はい、来ればいいじゃんっていうような意味がじゃない、うん、だから向こうの方面で言うと来ればいいじゃないってことだ来ればいいじゃん来ればいいね来ればいいでやとかって言うんだよねそれが返事で来ればいいでやがこばえてになったんじゃないかというような感じだねなるほどですね、うん、そうだと思いますどんどんどん非常に、うん、味わい深い面白い歌だと思います、うん、ぜひ皆さんも歌ってみてください歌ってみてください、はい